ケンチョンはアメリカのスタンダップコメディアン、俳優、プロデューサー。韓国の両親のもと、ミシガン州デトロイトで生まれ育った。アジア系、コメディアン、俳優として様々な場面で活躍するチョンは、1969年にミシガン州デトロイトで生まれた。韓国人移民であった父親がノースカロライナ州で大学教授をしていたことから、同州グリーンズボロで育った。 高校ではバイオリンとしてオーケストラに参加したり、生徒で結成された競技会メンバーの一人でもあった。16歳で高校を卒業後、デューク大学を経てノースカロライナ大学チャペルヒル校において医学を学ぶ。その後はニューオリンズにあるメディカルセンターで医師として勤務していた。その後、スタンダップコメディアンとしてステージに立ち始めて才能を発揮。 活動の場を広げるために、ロサンゼルスへ移ったチョンは、テレビ、映画デビューも果たし、ウィル・フェレル、セスローゲンなどの人気コメディアンらと続々共演し、数々のコメディ映画などで活躍している。2011年公開の、ハング・オーバー。史上最悪の二日酔い、国境を越えるのプロモーションでは来日こそしなかったものの、TBS のバラエティ番組、アラビキガンに、VTR で、 ゲスト出演し、楽しんごとコラボレーションを果たした。その際には、楽しんごの踊りも披露している。2016年には、第15回アンフォゲッタブル柄らのアクター・オブ・ザ・イヤーを受賞した。現在は、ベトナム系アメリカ人女性と結婚しており、妻も、医師として働いている。双子の娘の父親でもある。ありがとうございます。